本です。今回は腸腰筋を衰えさせてはいけない理由と腸腰筋の衰えを防ぐ快楽足運動を実践していきます。腸腰筋は上半身と下半身を股入れついている人体で唯一の筋肉になります。なので姿勢を維持する、体幹の力を維持するのに非常に重要な役目を持ち、弱ることで上半身や下半身にもいろんな部分に問題を起こす原因にもなりやすく、そして股関節を動かす初動筋、つまり車のギアでいうところの一足の役目もある筋肉でもあるんですね。なので姿勢や体幹の力だけでなく、歩くということにも関係してくる筋肉、特に足の筋力はそこそこしっかりしているのにとか、頑張ってウォーキング行ったりいろいろ運動しているのになんか足が動かしにくいと感じる人は、特にこの筋肉の弱りを意識してほしいんですね。ということでですね、ではなぜこの筋肉がそこまで歩くために大切なのかということを実践していきながら、カエル足運動をやっていきましょう。はい、ではですね、なぜこの股関節というのがそれほど大切なのかということなんですけれども、足というのはですね、歩くときに股関節が動かないとそもそも思った通りに足を動かすということが難しくなってしまうというすごい単純な理由だからなんですね。そしてこの股関節を一番最初に動かす初動筋というのがここについている腸腰筋ということになるわけなんですね。なのでここが弱ってしまうと、なかなか足の筋力が強かったとしても自分の思う通りに動けないということが起こってしまいやすいということなんですね。そしてもう一つ、その筋肉がですね、弱点と言っていいのかわからないですけれども問題があってですね、実はここの筋肉をあんまり使わなかったとしても他の筋肉で代用して動けてしまうということなんですね。でまあこれ聞くと、代用して動けてるんやったら別にいらんやんって考えてしまうところなんですが、そういうわけではなくてですね、やっぱりどこかのタイミングで最初はここの筋肉が 100% 動いている状態、それがですね弱ってきて 80% しか動かなくなってくる、こういった時はですね、まだ他の筋肉で全然代用できるんですよね。でもこれがですね、知らない間に70、60、50、40と減っていくと、どんどんカバーしきれなくなってきます。例えば他のでかい筋肉だったりすると、そこが動かなくなると、あまり他の筋肉で代用しようと思っても動きがすごくおかしくなってしまうので気づきやすいんですが、ここの筋肉というのはですね、弱ってしまっても最初はなかなか気づかないんですね。この振りが昔はこれぐらいだったのが、ちょっとずつ年数をかけてこうやって狭くなっていく、昨日までこれだったのが次の日これになったら気づくんですけれども、数十年とかかけてちょっとずつこの振り幅が小さくなっていくと、なかなかねそうなってることに気づかないっていうことが多いです。そして振り幅が小さくなっていっているということは、年々ここをですね使う量は減っていっているので、少しずつここが弱っていくことになり、ここを使わなくなった分の負荷が足の他の部分に分散されている、その負荷の分散量も年々増えていっている、そういう風にイメージしてもらって構わないです。そしてここの動きがなくなってくると、当然この股関節のこういった動きがなくなっていくわけですから、足は開きにくくなっていきますし、前後に出しづらくなっていきますし、上げにくくなっていきます。そうなると歩く時の足のこの横幅はどんどん狭くなっていき、前後の歩幅も狭くなって足も上がらなくなっていくので、こういう風に左右にふらついたようにですね、ちょこちょこしたような、こんな歩き方になっていきやすいということです。こうなってくるとふらつくわけですから、それをさせないためにさらに重心をですね、人間ってやっぱ下に下げたくなるんですね。重心下げるとこの股関節の動きってもっと出なくなるじゃないですか。そういう風にさらに自分で使わないようにですね持っていく、これがですねめちゃくちゃ悪くなっていく原因なんですね。でこの状態にですね、こう無視してこっから下をですね結構鍛えて頑張っても結局ここ動かないんで変化が出にくいということがですね多いです。そしてこんな風にふらついたりとかですね、こんな風に歩いてたりすると、しっかりこうやって動ける人に比べて非常にですね足に負担がかかるようになっていきます。そうなってくると、ただ単純に歩きづらいとかこけるとか以前に、足どっか痛めて故障したりとか、常に重だるい感じがするとか、ちょっと歩くだけですぐ疲れるとか、そういった体になっていきやすいです。なのでここをどれだけ弱らせないかということが大切になってきます。ということでですね、今からですねまず一つ目なんですけど、この横に開くというこの動きをですねやっていきたいと思います。この横に開けなくなっていくっていうのはですね、意外と姿勢の意識の問題が多かったりします。こういう風に開くのはダメだと思って閉じようとする人結構多いんで、でもこの筋肉って背骨からですねこういう風に斜めについてるんですね。つまり自分で閉じる意識を持つっていうことは、これが常にこういう風に縮まる、この状態を自分で作るということになります。で自分でですねずっとこういう風にですね曲げるような生活してたら、骨折したことある人とかだったら分かりますかね。こうやってギブス固定とかして曲げっぱなしで外すと今度伸びなくなるみたいな、もしくは伸ばしていこうとしてもむちゃくちゃ大変とかですね、あれに近い状態になります。なのでこの足を閉じないと思ってこうやって生活してる人というのは、次広げようとした時に固まって広がらなくなります。広がらなくなると常にですね足の横幅が非常に狭くなってしまうので、人間ってどう考えたって足開いた方が左右にぐらつかないんですよ。地震来た時に足狭めてこうやって立とうとする人って絶対いないですよね。踏ん
張るときって絶対こういくんですよ。つまりこうなるから左右にグラグラ揺れるような体になっていき、起きやすい、体重が右左にこうやって移動するから、それを無理して支えないといけないから、いろんなところに痛みが出やすい体になっていく。なのでまずですね、ここを開けるようなトレーニングをですね、今からやっていきましょう。はい、ではですね、今からこのように寝転がってもらってですね、今つま先まっすぐ上を向いてるんですけども、まずこれをですね、できるだけ外にこのように開いていきます。開いたままこの膝をですね、できるだけこのように上に上げていきます。どっちかっていうと斜め上ですね。で戻す。でまたつま先を外に向けて開く。これをですね、左右30秒今からいきましょう。このようにですね、足を上に上げなくても床につけたままやってもらっても構わないですから、外へ外へですね、開いていきましょう。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。つま先を一旦外に開いてから、足をですね、斜め上に上げていく。はい、じゃあ次はですね、このように手をついてもらって、足をですね、できるだけ開いてください。この状態ですね、上半身をベターっと倒してもらって、足をですね、このように上に上げていきます。できるだけこの時にですね、足裏をくっつけて上げてほしいんですけども、つかない人はですね、これでも構わないんで、これを30秒2セットですね、今からいきましょう。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。ここまで足を広げれない人はですね、もっとこういう風にですね、まっすぐに近い形から始めてもらっても構わないですからね。でこれも足はですね、こうまっすぐではなくて、少しですね、つま先を、ね、外に向けてやってください。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、腸腰筋の大切な役割の一つですね、足をこの上げてくるという動きですね。この足を上げてくるという動きはですね、どちらかというとメインになってくるのはこっちの太ももの筋肉になります。ここの筋力がメインで上げてくるんで、ここの筋力が大切だっていうのは間違いではないんですよ。なんですけども、この上げる時というのもですね、イメージとしてはここがまずぐっと縮まって、最初のですね、このきっかけ、これが作られるわけですね。これが作られた後、この太ももの筋肉がぎゅっと縮まって、さらに足は上がってくる。ここの動きがないと、この動きが弱くなってしまうんで、足をいきなりこういう風に上げてこないといけなくなってきやすい。つまり足が凄まじく上げづらくなっていく、こういうことが起こりやすくなってくるんですね。特にここが動かなくなってくると、軽い段差ですね、ひょいっと上げるような、こういうような段差とかですね、こういう動きというのがすごく苦手になっていきます。このひょいっと上げる動作の時は、さっき足を上げるのは太ももの筋肉がメインと言いましたが、この範囲内っていうのはどちらかというと、こっちよりこっちの付けの筋肉の方がメインで動く動きになってきます。1、2っていう感じですね。この低い段差をひょいっと上げるときというのは、あんまりまだこっちにですね、力が移行する前であることが多く、こういうですね、ちょっとした段差が上りづらいとかですね、そういったことが起こりやすくなります。まあ、それ以外にも単純に、ここの最初の初動が使えないわけですから、単純に足は上げれなくなっていきますけれども、まあ、これもですね、ずっと放っとくと、そもそも足が上げづらいっていう風になっていくわけですから、上げないっていう風になってくると、結局こっちも弱っていって、上げれないという状態になっていくわけですね。そして、この腸腰筋がですね、しっかりグッと動くことによって、足っていうんですね、こういう風な動き、最初のこの動きが出るわけで、ここが
動かないと、どっちかちょっとこういうようなすり足みたいなですね感じで動かないといけなくなっていきます。こうなってくると意味あるんですね、コードとか線とかですね、ああいったものにも引っかかりやすくなっていきます。つまりちょっとした段差とかでつまずいてこけやすい体になっていくわけなんですね。なのでですね、次はここをですねしっかり動かせるようなトレーニングをやっていきましょう。はい、じゃあこのようにですね座ってもらう、もしくは寝転がってもらっても構わないです。で今膝立ってるんですけども、この状態からですねできるだけパタッとこういう風に開けるところまで開いてください。この状態ですね、太ももですね上をこのように手で持って、手でですね足をこういう風にこっち方向に押してください。これに反発させてこの足はですねこういう風にぐっと上に上げてくる、つまり斜め外に向かってぐっと上げてくる感じです。その時に意識してほしいのがこの付け根です。付け根の筋肉をギュッと縮めてこういう風にですねぐっと上げてくる、このイメージですね。意識するのは足の筋肉ではなくてこの付け根のみです。なかなか他のところに力が入ってしまうという人はですねこうやって壁にもたれかかってもっとこうダラーンとしてここだけに意識集中させてこうやって上げても構わないです。これをですね30秒左右今からいきましょう。ではですね常にこっち方向ですね、足の力が反対方向にかけ続けてください。それに逆らってここの力でですね足を斜め上にですね動かしてくる。やってるとこの付け根のあたりがジーンとくるはずです。はい、 OK です。じゃあ次反対同じようにいきましょう。この足の力ですね極限まで抜いてください。足に力を入れてしまうとこっちのこの付け根ですね、ここに力がかからないんで、足の力は抜いてこの付け根の力だけで足を動かしてくる、このイメージです。で手はですね常にこっち方向ですね足を上げさせないようにしようとして抵抗してください。はい、 OK です。はい、今回お伝えした動きトレーニングをですねしっかりやってもらうと関節というのがですねぐるぐる動くようになっていき、しっかり歩けるようになっていきますし、今現在足を鍛えている人とかだったとしてもですね相乗効果で足が動くようになっていくので、この中から自分が苦手な動きだけをチョイスしてやってもらっても構わないし、一日に一気に全部やってもらっても構わないし、一日に一個ずつですねやっていってもらうというやり方でも構わないので、自分の状態に合わせてですね無理のない範囲からやっていくようにしてください。では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立っていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。